公共曲第67番にえ、蝶々方望件、I-67 は、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの公共曲。特に相性はないが、弦楽器に様々な奏法が使用され、創意工夫に富んでいる。第4楽章が休館級の三部形式を取るのは、イタリア序曲を転用したものという。 作曲年代は明らかでないが、66.6768番の3曲は1779年秋に、フーンメルによってハイドンの作品15として出版されており、それ以前の作品である。ハイドン全集では1775、1776年、頃の作品とする。会社学賞にしては最も急速な速度をとっている。アルペッチを主体とした主題が、 ピアニッシモに開始され、伴奏にピッツィカートが多用されている。変度調調、そなた形式。弱音器付きバイオリンによる、複々点音符付きの特徴的な主題で始まる。定時部の終わりに、突然フォルテで、ホルンが聞こえる。展開部では、第1バイオリンが、第2バイオリンを一拍遅れて追いかける箇所がある。決備に、コこーニョ奏法が指示されている。 主部はアルペッチョを主体としている。トリオは弱音器をつけたバイオリン日本による二重奏で、第一バイオリンは一本の弦だけを使って演奏される。第二バイオリンはスコルダトゥーラで G 線が1音、低い F に長弦され、この開放弦が常に補足された民族的な響きになる。第一主題は、主題はまたもやアルペッチョを主体としたもの。展開部に代わり、 第二の感情学賞といえるアダージョ、イーカンタービレが挿入され、バイオリン2本とチェロの30奏に開始され、全合奏に発展し、中間部はついでオボエ2本とファゴットの30奏となるなど、色彩豊かである。半周紙の後、主部が再現される。ありがとうございます。